うわ、超うまそう。テテレレベステレダコスモサイレン、え、絶対うまい。このサーモン脂乗ってる。おお、すげえ。さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウラです。サーモン、今日はコストコパーティーしていきたいと思います。イエーイ。せーの、マグネ。マグネ、いただきます。多分史上最強に早いよ。いただきます。うちのタンク痛い。タンタタン。すごい柔らかい。サーモン、やばい、肉肉しいなこれ。どう、うまい。幸せすほど。では、サーモン麺食べていきたいと思います。だし醤油超合うね。な、程よい脂が乗ってる。なんでもない日のパーティーだね、これ、が一番。65万人のパーティー。混ぜます。やばい、すぎる。麺の量やばい。こんなギッチギチに入ってたのね。味濃い。夏と冬だった。もう断然冬派。うちも冬派。暑いのマジで苦手。汗かくし。もう冬来るよ。正月だよ。でも明けましておめでとう。じゃあ今日はこれは、あの、大晦日の動画で。大晦日の動画だと思ってやろ。いや、今年ほんと、なんか短かったよね。いや、マジいろいろありすぎて、秒だった。なんか四季、春夏秋冬が、秒で過ぎてった感じするもんね。明日だって年越すなんて、そうだよね。もう 2020?21。1年。だってね、もう成人式だよ。やばっ。やばてか、もう二十歳じゃん。そうだそうだそうだ。あさみが二十歳とかやっぱ気持ち悪いよね。確かにね。裏は24だね。やば。なんならまた23だね。でも裏24だ。やめて。あ、うち牛年なので今年は年女でございます。私も。ありがとうね。20歳になったらもっと優しくなった。いや、もうね、すごい良かったよね、誕生日の時ね。それね、めっちゃいい。ね、あんなに盛大になんかお祝いしてもらえると思ってなくて、ね、やばいでしょ。まさかのさ、ローラさんまでもか。マジ感謝した方がいいよ、周りの感じ。そうそうそう、ほんとそうよ。会いたい人に会わせてくれる人たちがいるって、その誕生日にお祝いとして。だってウランなんてさ、もう結婚したじゃん。ね、ね。てかもうすぐ生まれるし。それな。あさみなんて何人男たぶらかしてきた。待って待って、もうすぐ。ちょっと、あれね。数ヶ月。なんか、10年後くらいで喋ってる気がする。あれ？数ヶ月でさ。数ヶ月のね。すごい。数ヶ月でたぶらかしたの。ある意味天才だよ。ほんと？やっぱその容姿じゃないとできないことだから。もっと自信持っていいと思うよ。ありがとうね。これからもたぶらかす。まあ今年のね、クリスマスもでも3人で過ごせて楽しかったよね。あんなになんか盛り上がると思わなかった。だってまさかあさみが裸で踊り出すと思わなかったもんね。だってもうほら二十歳になってるからさ、お酒も飲めるしね。お酒入ると裸になるのちょっとやめな。普段お酒入ってない時いつも裸になるよね。確かにお酒飲むとここ切るもんね。逆にしていただきたい。まあでも今年もなんか結構いろいろあったなって思うよ。ここに住み始めたのも今年だし、やっぱそういうスカットジャパンとか、そういうのも含めて、まあ年末にはね、あれ出たしね。あ、そうなの。何？紅白？紅白で言っちゃうな。紅白にも出たし、あとガキの使い。いや、裏番組被ってから時間。チャンネル登録者数もね、なんとなんとね、200万人いけたよね。やっとだよね。で、3人にもちゃんと彼氏ができてさ、なんかすごい濃い1年だったなって思う。なんか悲しくなるから。まあディズニーも貸し切れたっていうことで、この状況で貸し切んねなったらいいなってっていう話ですね。振り返りというか、まあ予言。そう、予言。私予言者。もう甘いの食いて。ああ、わかる。多分コストコ行った週は太る。きっと。みんなさ、早く食べなきゃ、早く食べなきゃってなるじゃん。何？
何ですか、なんで見たというわけで、今回はですね、今後の今年のね、私たちに予言をしたということで、私たちはそれを超えられるように、あと何ヶ月後、さっき話す3?10、11、12、あ、今含めてあと2ヶ月、余裕だね、2ヶ月ちょっとあるんですけど、有意義な生活をできるように、はい、私たちも頑張っていきたいと思います。はい、はい、くれまぐ頑張るぞーよー無駄毛のブリーチ、敏感肌用脱色クリーム、うろよい保護成分、自然なゴールド仕上げ。ただいまよりくれまぐ姉妹ユニット発掘オーディションマグネッコアカデミーを開催します。次の方、エントリーナンバー1番、はい、自己紹介からお願いします。はい、宮城県から来ました、高野英子です。誰お願いします。お願いします。じゃあなんか特技とかあったら、はい、ヒロの方お願いします。私あんまり声出すのとか好きじゃないし、なんか趣味も裁縫とか、うん、結構静かにやるのが好きなんですけど、特技は今日用意してきました。どうぞ、お願いします。じゃあ、あのカメラ今記録用で撮ってるんで、はい、お願いします。いきます。合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで皆さん、はい、じゃないない、はい、じゃないの。というわけで今開催しておりました、はい、クレマグ姉妹ユニットオーディション、はい、マグネッコアカデミー、実際に開催したいと思います。マジ本当に、あの私たちがあの審査員を務めさせていただきますので、うん、ぜひあのちょっとでもね、うん、有名になりたいなとか、ちょっとクリエイターっぽい仕事してみたいなとか、テレビのお仕事興味あるなっていうことからね、うんうん、ぜひもうバリバリ応募しちゃってください。それはすごいね。で結構ね、いろいろ詳細とかは、うん、あの結構たくさんあるので概要欄に全て貼っております。そしてあのオーディション、申し込み用公式 LINE があるので、そちらの方を登録して申し込みという形になります。いやーすごいね。やばいです。普通にね、あの特技とかそれなくても、そうそうそう、もうこれから作っていけばいいわけよ。 その意欲だけでも、うん、ぜひ私たちに見せてくれたらなと思います。もし困ってるうちら、うんうん、あどうぞどうぞ、どうぞ。マグネッコアカデミーってことで、うん、私たちはね校長先生みたいなもんなので、まあ厳しく見ていきたいと思います。厳しく、まあ一つはね、車が大好きだよみたいな、うん、愛が伝わってくれればいい。でも生意気だよ、はい、うちらが審査員それな思わない。え、君審査員じゃない、え、審査員エントリーナンバー1番って言ったでしょ。あ、なるほど、あ、そうだね、そうだね、もうごめんなさい、1番はちょっと、あ、すいません、もうあの書類審査は受かってます、はい、申し訳ございません。次のあの、ね、面接審査もありますので、そうだ、頑張れ、それまでにちゃんと準備しておくように頑張ります。特技はね、鍛えていかないと。そうだ、あのもし特技ないって方はこれやっちゃっていい。あ、エアちゃんが特技で使っていいよって言ったんで、ちょっとエアちゃんの、エアちゃんの特技披露します。そうそう、こうって言えばいいだけだから、うん、こうって言いながらちょっと下がるだけだから。確かに。はい、というわけで今回も開催地がね結構ありますので、全国のマグネッコが集結できたらいいなと思っています。すごい、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。お待ちしております。クレマグに会いたい人、はい、はいはい、足の指両足、足の指、はい、両足、はい、足の指、両足、はい、足の指、はい、両足、はい、足の指、はい。